わあ、怖い。どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました、たかしずワンピースチャンネル、今日もありがとうございます。はい、はいね、もう僕ね、ワンピース超好きです。もうマジワンピース好きなんで、こうやってね、一緒にワンピース好きな方々と一緒に盛り上がっていければ最高ですので、今日も楽しんでいきましょうぜ。はい、今日もトルクルです。いきましょう。はいはいはい、トルクルやってまいりました。でね、僕ね、マジでアーロン勝てなくて、まあ本来僕一軍がゾロパなんでね、このゾロパ、まあ、これで本当は行きたいんですけど、まあ、R にこれじゃ勝てないと。ということで、前回、斬撃パーティーで挑んだんですよ。ただ、斬撃パーティーもそんな強くないのよ。たださ、ゾロとさ、しかも、ハッちゃん緑なんで、半減しちゃうし、これどうしたもんかと。で、どうしたもんかと思って、もうちょっとこうすることにしました。これです、もうね、青パーで行きます。もう青パー。もうなんとか、まあ、黒も持ってるし、まあ、竜もあるし、まあ、チョッパーの方もたまたま持ってたんで、あとじゃあこれ3次進化させればいけんじゃないかってことで、今日ね、3次進化させます。行きましょう。ずっと進化させようさせようと思って、まださせてなかったんだよね。さあ、じゃあ3時を進化させましょう。はい、来ました。そう、材料もね、たまたま全部持ってたんですよ。なんで俺進化させなかったんだ、今まで。バカかよ。バカ、俺のバカ。はい、じゃあ早速進化させたいと思います。行きましょう。もうね、結構進化させてる人いると思うんで、あんまあれですけど。行きましょう。じゃあ3時さん、進化いきます。うわー、このかっこいいんだよな。行きます。進化。おお、怖い。来た。俺の仲間になる。だっけ。俺は怒りでヒートアップする口だ。やりました。やったー。来た、来ました。クソかっこいいじゃんこれ。はい、来ました。サンジディアブルジャンプ。よし、かっけー。かっこいいっすこれね。はい。体力406の回復175、攻撃418と。あざっす。もうやっとね、3人進化した。この無限の一味3人目、やっぱこの必殺技が強いらしいですね。ディアブルジャンプ、敵全体に5000の固定ダメージですから、要は敵が防御力高かろうが何だろうが絶対に5000は食らうと。まあやっぱ使えそうですね。で、戦長効果、騎士道の料理人、かっけー。配属性キャラの攻撃と体力を 1.5 倍にすると。いやうれしい。でこれでこれこの次これリーダーにして、3時リーダーにして、でフレンドをエースの強化員さんとかにさせていただければ、多分さっきの早パでいけんじゃないかなと思うんですよ。やりました、進化できました、ありがとうございます。はい、今日動画見ていただきありがとうございました。はい、でね、この3時をもうこれからレベル上げてって、でアーロンの最悪挑みたいと思いますので、ちょっと時間かかっちゃうけど、すいません、楽しみにしてくれてる方すいません、ちょっと頑張りますんで応援よろしくお願いします。はい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。スマホの方は下の方のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、僕チャンネル3つ持ってます。たかしず TV、たかしずミュージック、たかしずワンピースチャンネル。この動画があるのがたかしずワンピースチャンネルの動画でございます。どれもチャンネル登録していただけると非常に励みになりますので、ぜひぜひお願いします。はい、僕ですね、無料のメルマガ、配信させていただいております。一応そちらで、先行の情報ですね、いくつか今配信させていただいておりますので、ぜひぜひご興味あるよって方いらっしゃいましたら、そちらですね、無料なので、登録お願いします。結構今登録してくれてる方増えてきまして、本当にありがとうございます。もう嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。いつも頑張ります。はい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。今日はそんな感じで終わろうと思います。YouTube 王に俺はなる。動画見てくれた時点でみんな俺の仲間だっけ。はい、今日もありました。もうね、一緒に楽しんでいきましょうぜ、毎日。はい、次回も動画見ていただきました。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張っていきましょうぜ。ディアブルじゃん。バイバイ。